どうも、トラジローです。今回は以前開封したソードクロニクル仮面ライダーガイム3の、仮面ライダー龍玄ヨミヨモツヘグリアームスですね。これを仕上げていきます。アーマーの方は背中のアーマーですね。両脇に文字があったので削って滑らかに整えてますね。で、二の腕の肩の部分ですね。と、肘関節の部分。これはプラ板とパテでそれぞれ埋めてますね。で、下半身の方は腿の付け根の部分パテで埋めて、お尻の穴も埋めてますね。で、膝関節の内側ですね。プラ板とパテで埋めて、足の裏もパテで埋めてますね。で、前だれ部分、今回作り直すので接続用の穴も埋めちゃってますね。この前だれパーツですけど、今回はダイソーさんの透明なテーブルクロスを使って作り替えていきます。まずは元のパーツに合わせて下書きしていきますね。まあ、ざっくりとこんな感じですね。で、それに合わせてカットしていきますね。デザインナイフで大まかな形を切り出していきます。はい、こんな感じですね。で、このベルトのピンに差し込んで取り付けるので、パンチで穴を開けますね。はい、こんな感じですね。ちょっとつけてみると、こんな感じになります。で、ちょっと1枚じゃ薄い感じがしたので、2枚貼り合わせてですね。で、この切れ込みの部分も、デザインナイフでカットしていきます。で、前だれパーツはこれで完成ですね。細かい模様なんかは塗装で塗り分けますね。で、顔パーツ、今回もバイザー部分はクリア化していきますね。ドリルなんかで穴を開けて、内側の部分ですね。レジンを盛ると色が塗れないので、筆塗りであらかじめ塗っておきますね。で、穴を開ける前に取っておいたお湯丸の型に戻して、クリア UV レジンを流して固まった状態ですね。取り外すと、こんな感じで、目の部分がクリアになりますね。ちょっと曇ってるので、ここは磨いていきますね。で、複眼パーツですね。エポキシパテで、大まかに作ってますね。こんな感じで見えるイメージですね。で、モールドを彫ってますね。ちょっとキウイっぽく彫ってます。まずはパーツ全体にブラックサーフェイサーを吹いてますね。黒い部分はこの色でいって、複眼パーツですね。明るめになるようにグレーのサーフェイサーを吹いてます。で、アーマーなんかの濃いめの赤い部分ですね。これはメタルブラッディレッドを塗装してます。で、全身のゴールド部分ですね。今回はブルーゴールドを使ってみました。で、ベルトの黄色い部分ですね。これはキアライエローで塗装してます。で、兜の茶色い部分ですね。メタルブラッディレッドと色の元イエローを混ぜたメタルブラウンで塗装してます。で、兜の飾りの部分と複眼の部分ですね。これはメタルイエローグリーンで塗装してますね。で、胸と背中のアーマーのグリーンの部分ですね。これはメタルグリーンで塗装してますね。で、細かい部分は筆塗りですね。前だれの模様も筆塗りで塗装してますね。で、顔のパーツの額の部分ですね。ゴールドとパープルの部分も筆塗りですね。で、兜パーツのこの飾りのゴールドの部分と、真ん中のヘタの部分ですね。ここもそれぞれ筆塗りで塗ってますね。で、ベルトはシルバーとイエローを筆塗りで塗って、フェイスプレートの部分は付属のシールを切り出して貼ってますね。で、複眼の模様ですね。リアルタッチマーカーのグリーンを使って塗ってますね。で、胸アーマーの黒い模様ですね。こ
これはデカールを作ったので、これを貼り付けていきますね。で、貼り終わった状態ですね。まあ、こんな感じになってます。で、腕の模様は付属のシールを切り出して貼ってますね。で、最後、パーツ全体に光沢塗装を吹いてます。では、塗装が終わったので、組み立てていきます。で、前だれパーツは、ベルトのピンに差し込みますね。取り付けると、こんな感じですね。で、腰のパーツにつけると、はい、こんな感じになりますね。で、その他の部分も組み立てて、で、兜に複眼パーツをつけて、顔パーツをつけると、はい、こんな感じになりますね。で、頭を取り付けて、仮面ライダー龍玄よみ、よもつえぐりアームズ、完成です。では完成したものを見ていきます。今回も全体的に光沢でテカテカに仕上げてますね。で、濃い赤色の部分はメタルブラッディレッドを使って塗装してみました。メタルカラーにしたんですけども、まあ、結構いい感じかなと思います。で、顔の方はこんな感じですね。目の部分をクリア化して、奥のキウイ風の複眼も作ってますけど、まあそれっぽくできてるかなと思います。兜の方は自作のメタルブラウンで塗装してますね。で、胸アーマーの黒い模様ですね。これはデカールを作って貼ってますね。背中側はこんな感じで、で、腕の模様は付属のシールを切り出して貼ってますね。で、ベルトはこんな感じで、筆塗りと付属のシールを切り出して貼ってますね。で、前だれをテーブルクロスで作り直してますね。で、模様は筆塗りで塗ってますね。ちょっとバランス悪いですけど、まあ、こんな感じですね。足回りは、はい、こんな感じになってます。で、今回回収した前だれの部分ですね。はい、テーブルクロスなので、こんな感じで自在に動いて、足回りを動かしても、はい、問題なく動かせますね。で、そのままちょっとポージングしてみると、はい。ちょっと横を向いただけですけど、こんな感じで。結構、色が変わるだけでだいぶ悪役感が出ますね。はい。こんな感じですね。で、付属の、手首パーツですね。全部で3種類。握り手の方ですね。通常の握り手と角度付きですね。上向きと下向きと、一応一通りこんな感じで塗ってますね。で、今回ちょっと武器の方は作ってないので、まあ、本体のみという感じですね。はい。ちょっとこれだけじゃ寂しいので、以前作った仮面ライダー龍玄、ルドーワームズとちょっと比べてみますね。兜と前だれ以外は、ほぼ色違いな感じですけども、カラーリングが違うだけでだいぶ雰囲気が変わりますね。で、顔の方はこんな感じで、兜が違うので、だいぶ違いますかね。はい。で、胸の方は模様が入ってますね。で、前だれですね。以前は白いテーブルクロスを使ったので、ちょっと表面にザラザラの加工がされてますね。龍玄よみの方はツルッとした感じで、個人的にはツルッとした方がいいかなという感じですね。はい。こんなところですね。また次回武器作りますんでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。